中間は香港中西区に位置する香港東北岸の一地域である。香港において早くから栄えたビクトリア市の中心地であった。中間は九龍半島の最南端地虫や地からビクトリアハーバーを挟んだ向かい側に位置している。1841年のイギリス植民地時代の当初から金融センターとしての役目を果たす香港の中心商業地区であり、 多くの多国籍金融機関の本部がある。香港ドルの発券銀行である香港、上海銀行本店、中国銀行本店、スタンダードチャータード銀行本店などが所在している。他、香港証券取引所も中間に所在する。区域内にある香港就寝法院庁舎は、もともと最高法院という香港の最上級裁判所の庁舎として建てられたものだったが、 地下鉄工事で損傷し、修復後は立法局、立法会議児童として使われた。政府総部はかつて区域内の中区政府号所にあった。イギリス統治時代の総督府で、現在の行政長官官邸である、礼品府はその近くにある。旧中区政府号所、礼品府近辺は、政府山という呼び方がされたことがある。立法会と政府総部が2011年に、 今週北部天板に移転するまで、中間は、香港政官会の心臓部であった。在香港日本国総領事館は中間にある公益、広市場に入居する。ありがとうございます。